皆さんお待たせいたしました。ただいまですね、たたかぐらの奉納が終わりまして、これよりお待ちかねの福巻でございます。皆さんご利益が欲しいか。すごいですね。いいですね。いい演者来てますよ。こんな一番前に並んじゃって、前はあんまり来ねえっていう噂もあるけれども、大丈夫かな。さあじゃあ皆さん揉めないように、喧嘩しないように、服を取りに来て、ご利益取りに来て、隣の人と喧嘩したらしょうもないですからね。ちょっと皆さんね、ちょっと下がれて、ちょっと下がってて、下がっていただき、はい、怪我のないように、ね、投げる側もちょっとね、はい、もうちょっとやっぱピヨって投げたいみたいなんで、何個かあるんですよね、怪我がないように。あとはお財布落とさないように、これ毎年一人いますからね、お財布服取り来て落としていく人、これ最悪ですから、そんなことないようにお財布のチェックと、はい、あとスリの方が毎回混じってるっていうのを聞いてますんで、うん、今よろしければスリの方手を挙げていただけたら、ちょっと下がってていただけるとありがたいんですけど、はい、大丈夫ですかね、お手手がね、お遊びがね、行き過ぎちゃう方がいいですね。スリの方じゃあ下がっていただいて、皆さん大丈夫ですか、はい、俺は私はスリじゃないよっていう方手を挙げていただいて、ね、だから、あ、この安心の、じゃあ子供がずっと手を挙げてくれたらね。でお子さんはですね、はい、今回はまた、怪我心配でございますんで、ステージ向かって左側、はい、カメラ面向かって左側の方で、ね、お子さん別に服の方を配りますので、はい、そちらの方にご移動いただけたらと思います。自称子供はダメですんで、よろしくお願いします。はい、大人の方はこっちで、なんとか服巻きゲットしていただけたらと思います。あとは元気に、アピールしていただいて、ぜひ服をゲットしていただければと思います。それでは服巻きスタートです、はい、よろしくお願いします。Thank you.
Oh, God.